2011年3月11日、未曾有の大震災が日本を襲いました。自然の脅威により数多くの命が奪われ、私たちは自然の前では人間はなんて無力なんだと痛感しました。震災復興には20年かかるとも言われています。その20年後の世界は、今の若者が現役で世界を引っ張る時代です。だからこそ、今の若者が東日本大震災について考え、20年後の世界を生きる人たちへのメッセージを発信する必要があると考えました。マザーアースプロジェクトは、全国から集まった演奏者で東日本大震災への思いを共有し、その思いを一つの曲に込めて演奏します。で、ここが保育所。ずっと下行っちゃって、はい、でもここからですね、もうここぐらいまで津波が来て、本当にもうそこから本当にもう何にもないので、はい、ここが一応通学路だったんですよ。
う一度彼らに盛大な拍手をお願いします。以上、